あ、便利屋さん、依頼受けてくれたんですね。お願いしたいことというのは、友人について理解を深めるための本を探すことなんです。詳しくは話せないんですが、実はある人と友人のふりをしてやらなければいけない作戦があるんです。それは私にとってとても重要なことで、失敗するわけにはいきません。でも、どういうふうにすることが友人らしいことなのか、それがわからないんです。この本屋にあるハウトゥー本はすべて読みましたが、いまいちピンときませんし。本を読んで学ぶようなことじゃない？それならどうやって勉強すればいいんですか？ともかく時間がないんです。資料探しをお願いします。解説された本よりもっと実践的に書かれているような参考資料が欲しいですね。例えば小説とか漫画とか、そういうものがいいです。よろしくお願いします。これか、この本はいいぞ。相棒への仁義の何たるかが学べる一冊だ。早く依頼人のところに行ってこい。あ、どうも。どうですか？いい本は見つかりましたか？これですか？早速読んでみますね。なるほど、こんな感じですか。これから控えている作戦は、この友人のふりが肝になるんです。違和感があっては困りますから、私の演技に問題があるかどうか判定してください。アンドリア、てめえが何者かどうかなんて関係ねえ。肝心なのはてめえがどうしたいか、それだけやろが。今が腹くくる時や。あたいとダチになんのかなんねえのか、はっきりし。どうでしたでしょうか？友人っぽかったでしょうか？やはりそうですか。主人公の友人にかける熱い思いはとても素敵ですが、私の思う友人関係には合わないかもしれませんね。せっかく持ってきていただいたのに、すみません。これではまだ友人らしさが理解できないみたいです。別の本を探してきてもらえませんか？こっちな。年下妹タイプの子とお友達になるための情報が満載だぜ。なんだかどっちもナンパの本みたいだって？その通りだけど、よく考えてみろ。まずはお友達になることから始める。それがナンパだ。つまりこの手の雑誌には友情について学ぶエッセンスがこれでもかというほど詰まってるってわけだ。わかったら試しに持って行ってみな。
速試してみます。お兄ちゃん、また来てくれたの？嬉しい。あのね、私お兄ちゃんのためにいっぱいオムライス作る練習してたんだよ。え、もう帰っちゃうの？分かった、それならいい子で待ってるね。特製オムライス作っておくから早く帰ってきてね。今度はどうでしたでしょうか？友人っぽかったでしょうか？やはりそうですよね。そもそもこれ友人と関係ありませんよね。それにオムライスは作って待っているのではなく、食べる直前に作るべきです。卵のふわふわ感が失われてしまうじゃないですか。なかなか難航しているようですね。でもあなたのおかげでだいぶ友人について分析が進んできたような気がします。正解だけを探すことが資料探しではありません。これは絶対違うという間違いを確定させていくことも一つのやり方だと思うんです。そうですね、イメージがつかめるまでもう一声といったところです。どうぞ。ベタベタな展開たっぷりの恋愛ものだった。参考になるシーンがあるかは知らない。言っておくけど勘違いしないでよ。別に普段からこういう本を読んでるわけじゃないよ。学校に憧れがあるとかそういう類の意味も一切ないから。ワームモンを解析する途中の息抜きでたまたま見てただけなんだからね。わかればいいけど。あとその漫画店のだから、読み終わったら本棚に戻しておいてね。よくわかりました。こんな感じでしょうか？やだ、転校初日に遅刻遅刻。急いでそこの角を曲がって学校に行かなきゃ。ごめんなさい、誰かとぶつかっちゃった。え、あなたもあの学校の生徒なの？案内してくれるんだ。君親切なんだね。どうでしょう、今度こそ友人っぽかったでしょうか？それは良かったです。でも何でしょうか、もう一つ何かが足りない気がしますね。一体何がいけないんでしょう。かなりいい線までイメージをつかめている気はするんですが、友達におすすめされた本がある。どんな本か見せてもらえませんか？なるほど、こういう切り口がありましたか。
試しにやってみますね。もう遅い、待ちくたびれちゃったよ。あんまり遅いからウルトラスーパー心配しちゃったんだよ。あ、別にあんたの心配してたんじゃないんだからね。あ、勘違いしないでよね。はあ、うん、この本とてもいいと思います。友人との関係性がいかにもよくある友人っぽくて。え、今までに比べてかなりの棒読みじゃないかって。でもこのセリフを言う登場人物の設定が実はかなり旧式のアンドロイドで、常に平坦な口調で喋ると書かれていました。忠実に再現したつもりなんですが、何か変でしたでしょうか。ともかくこの資料とても気に入りました。こんなにいい資料を持っているなんてさすがですね。これと同じ本を探してこれから練習してみようと思います。たくさんいろんな練習もできましたし、なんだか自信がつきました。あなたのおかげで作戦もうまくいく気がします。どうもご協力ありがとうございました。ではまた。